皆さんこんにちは。阪神タイガースに16年間在籍し、千葉ロッテマリーンズで現役生活を終えた鉄人鳥谷敬さん。1939試合連続出場記録は球界歴代2位となっており、遊撃手としてシーズン最多打点など数々の記録を打ち立てたスタープレーヤーです。野球解説者や社会人野球パナソニックのコーチなど新しい一歩を踏み出し、プロで培った心身のトレーニングについて書いた著書「疲れない体と不屈のメンタル」を上司しています。そんな鳥谷敬さんの人生を大きく変えた瞬間はどのような瞬間だったのでしょうか。プロ野球選手として記憶に残る瞬間というと、プロ入りして初の試合の読売ジャイアンツ戦でヒットを打った瞬間、2005年にセ・リーグ優勝を決めた金本智明さんがレフトフライをキャッチした瞬間だとしています。2013年に WBC 日本代表に選出され、チャイニーズ・タイペイ戦で盗塁を決めて勝利に貢献した瞬間も挙げています。しかし人生を変えた瞬間というと、大学3年の時に病に苦しむ弟の姿を見た時だとしています。鳥谷敬さんの弟は自身と同じ道をたどって野球をやってきたのですが、高校2年の時、ネフローゼ症候群という腎臓病で突然野球をやめざるを得なくなってしまったのだそうです。当時鳥谷敬さんは寮生活で弟とは離れて暮らし、実家に帰省するのは正月など年に数回という状況でした。そのため弟の体調のことは両親から聞いてはいました。しかし久しぶりに帰省し、全身がパンパンにむくみ、下痢や吐き気で苦しみ、起き上がることもできず生死をさまよう弟の姿を見て驚いたそうです。弟は鳥谷敬さんと同じ聖望学園校野球部でキャッチャーを務め、将来を期待されていました。鳥谷敬さんよりセンスが良くて、バットを振って自主練するなど努力もしていたそうです。それが原因不明の病で突然できなくなってしまうとは、一体誰が予想したでしょうか。鳥谷敬さんは3兄弟の長男で、3歳下と5歳下の弟がいて、病を患ったのは一番下の弟です。年が離れているので幼い頃に一緒に遊んだり話をしたりした記憶はほとんどなく、兄弟というより野球部の怖い先輩と後輩という感覚に近かったかもしれません。家で弟が鳥谷敬さんの部屋に入るときはノックをして失礼しますと言って入ってきていたそうです。そんな関係でしたが、この時は弟に何と言葉をかけたらいいのかわからなかったそうです。その頃の鳥谷敬さんは存分に野球ができる体なのに、本当に真剣に野球に取り組んでいるとは言えませんでした。受け身だったり、今日はトレーニングしたくないなぁと怠け心が生まれたり、野球が好きでプロ野球選手になったはずがいつの間にかそうではなくなってしまっていたのです。そんな生活でしたから、野球をいつか終える時が来ることを想像したこともありませんでした。でもその時は必ずやってきます。もしかしたら明日かもしれないし、事故に遭って突然野球ができなくなるということだってありえます。そうなる可能性を弟の姿を見て気がつき、もっと本気で野球に取り組まなくてはいけないと覚悟ができました。プロ野球選手になることは大学に入った時から意識していましたが、本気になったのはこの時からでした。どんなことにも終わりがあることを常に心づもりをしておくようになったのもこの時からでした。そのため大学を卒業して16年間プレーした阪神タイガースに突然首を言い渡された時も、悲しいとか残念とかは思わなくて、あ、阪神を辞める時が来たんだなと淡々と受け止めたそうです。ロッテに移籍後、40歳で引退した時も、プロになった時から抱いていた40歳までショートを守るという目標を達成できたので、もう終えようと自分で決めて引退したそうです。引退試合をしたいという気持ちも心残りもなく、スパッとやめることができました。引退後の人生については、引退したばかりなのでまだ具体的に何歳までにこれという次の目標は定まっていませんが、そういう目標を持とうと意識しているそうです。2、3年は次の目標を探す準備期間と位置づけ、野球を教えることが自分に合っているか探ったり、野球以外のスポーツをしたり、企業の方とお会いしたり、新しいことに挑戦しながら、いろんな可能性が広がっているし、
いろいろなことにチャレンジしていきたいとしています。小学生の頃からずっと続けてきた野球選手としての第一線を離れ楽になりました。これまではずっと自分のスケジュールを管理される生活でした。いつからいつまでキャンプで、試合の日、オフの日、試合の時間、球場入りの時間など、年間や一日の予定は全て決められ、その中で生きていました。それが今は自分に選択権があって、自分で動かせるのですから最高だとしています。現役時代は常に野球のことだけを考えていました。試合中の3時間だけではなく、トレーニングの時はもちろん、食事も起床、就寝時間も、入浴も、今はそれを考えなくていいのです。飲みすぎても寝不足になっても大丈夫って、めちゃくちゃ楽だなと感じているそうです。ちなみに弟はその後病を克服し、ボディービルダーとして活躍しています。今はトレーナーになり、結婚し、家族にも恵まれています。たまに帰省した時に一緒にご飯を食べるそうですが、当時のことを話したことはないそうです。もしお前の病気があって人生変わったなんて話したら、何言ってんのと照れるだろうと話しています。鳥谷敬さんは1981年6月26日生まれ、東京都の出身です。聖望学園高校、早稲田大学を経て2004年阪神タイガースに入団しました。2020年千葉ロッテマリーンズ移籍しますが、2021年に引退し、野球解説者として今は活躍しています。そんな鳥谷敬さんの私生活はいろいろとあるようです。鳥谷敬さんの浮気により悩んだ妻がうつ病になってしまったとか、5人の子供がいて運動会で浮気したとか、それによる離婚騒動はどうなっているのかとか、これらの噂は本当なのでしょうか。まずは奥様との馴れ初めから見ていきましょう。お二人の馴れ初めは高校時代に遡ります。聖望学園で一つ学年が上だった奥様は、なんと野球部のマネージャーをしていたそうです。野球部とマネージャーという関係からいつしかお互いが意識するようになっていきました。高校2年生から2人は交際をスタートさせたといいます。そんな奥様が鬱を患っているという噂について探っていきます。理由としては、鳥谷敬さんに2度の浮気のスキャンダル報道が出て、そのことで奥様は悩み、心を痛めたからではないかと言われています。これは誰もが鬱になってもおかしくないスキャンダルです。夫の浮気が平気な方はいませんし、報道があったことで子供への影響も心配でしょう。しかし調べてみましたが、病気の公表があったり通院していたりしたところを抑えたような事実はありませんでした。1回目の不倫報道があったのは2007年でした。東京遠征の夜、鳥谷敬さんは選手数名と合コンへ行きました。2日後、合コンのメンバーにいた A 子さんが鳥谷敬さんと同じホテルに宿泊してしまいます。翌日、合コンメンバーにいた B 子さんと試合後寿司デートへ行ったそうです。2週間後、 A 子さん含む4人で試合後カラオケへ行きました。翌日、 B 子さん含め明け方まで合コンが盛り上がり、そのまま B 子さんが深夜に鳥谷敬さんの泊まるホテルへ入り、なんとも朝帰りをしたというのです。2度目のスキャンダルは、美女21人とクルーザーで大航海したそうです。その女性陣はプロのホステスだったそうで、美人さんばかりでした。ただこの日はホテルへ行ったなどの事実はありません。しかし派手な遊び方をしていたようです。こうして遊んでいる間、奥様は子供5人とお留守番ですから、複雑な気持ちになるのは当然です。連続したスキャンダルにたとえ鬱になっていなくとも、家族の関係性にひびが入ることは間違いなさそうです。一方で、当時阪神タイガースの選手だった鳥谷敬さんと赤星憲広選手が東京西麻布のバーで市川海老蔵さんと遭遇して、鳥谷敬さんが腕相撲をしたという話を聞いたことがある人がいます。市川海老蔵さんが泥酔していたようで、たまたま東京のとある店で遭遇した阪神タイガース赤星憲広選手に、足の速い選手だよね、年俸いくらもらっているの、俺なんか人間国宝だから60歳まで国から2億円もらえるからねと絡まれたそうです。その後、市川海老蔵さんが筋肉を見せてきて、俺と腕相撲しようよとなり、赤星憲広選手が勝負を挑もうとしたところ、
鳥谷敬さんが先輩の顔に泥を塗るわけにはいかないと、赤星憲広選手の代わりに市川海老蔵さんと腕相撲で勝負して瞬殺で市川海老蔵さんを倒したというのがネット上等でよく言われている話です。海老蔵さんは相当泥酔していたようなので、当時のことをはっきりと覚えていないかもしれませんが、実際のところこの話は本当なのでしょうか。鳥谷敬さんが関西ローカルのテレビ番組でこの話について直接聞かれていましたが、半分は本当で半分は嘘だそうです。赤星憲広選手と東京のバーで飲んでいたところ、偶然市川海老蔵さんと遭遇して勝負を挑まれて、赤星憲広選手の代わりに自分が勝負しようとしたところまでは本当のようです。しかし実際は周りの人に止められて、市川海老蔵さんと腕相撲の勝負はしていないそうです。噂というのは尾ひれがついて話がどんどん大きくなることがよくありますが、実際は腕相撲をしていないというのが真相のようです。ちなみにそれっきり市川海老蔵さんとは会っていないそうで、確執があるとかそういうのはなく、そもそも海老蔵さんは泥酔していたので覚えてないのかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は鳥谷敬さんの私生活を主に見てきました。2度の浮気が報じられていますが、野球選手らしいといえばそうなのでしょう。しかし少し前の話題なので、そこまで大掛かりに騒がれていないのかもしれません。これが現代のコンプラの厳しい世の中だったらどうなっていたことでしょう。市川海老蔵さんに絡まれた話も噂話としてはよくできた話です。実際に真相を探ってみると真実とは異なることがよくあります。そんな中でも弟さんとの話は真実であってほしいと願うばかりです。野球を本格的に続けようと思った原点が意外なエピソードとともに語られました。そこで語られた話が美談で終わらず、その後の活躍につながったことは言うまでもありません。人生の分岐点は様々なことが要因であることを学びました。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。